ハドリアヌス6世は、オランダ出身、ヘールト・デ・フローテの作った、共同生活兄弟団のメンバーで新生ローマ、皇帝カール5世の個人教授という経歴を持つ、ローマ教皇。本名は、アドリアン・フロリスとされているが、フロレス・ボイエンスなどと書かれることもあり、記録によって諸説ある。芸術への出費を削減するなど、ルネサンス期としては異色の教皇であった。 教会改革を志していたが、知性が短すぎたため、果たされなかった。オランダユトレヒトに今も成果が残るハドリアヌス六世ことアドリアンは、もともと、ツボレカデベンテルの共同生活兄弟団のメンバーだったようである。ルーベン大学で、進学、哲学、法学を治め、1491年に、進学博士号を取得し、大学の教授陣の一員となった。 1507年、アドリアンは皇帝 A マクシミリアンから孫にあたる7歳の王子の個人教授に任命される。この王子が後のカール5世である。アドリアンは1515 15年に王子によってスペインへ派遣され、トルトサ司教任命の確約を取得し、さらに1516年11月14日にはアラゴン王国の異端神門所長に任命された。 カール5世の幼少時、アドリアンは、ヒメネスデシスネロススキ教と協力して、摂政の任を果たした。1517年に、シスネロススキ教が没した後は、アラゴンカスティーリア全域の異端神門所長の任を受け、この仕事を1522年に、ローマへ召喚されるまで務めた。カール5世に対しては、父親のような役割を果たしていた。 シスメロス数奇教ほど厳しい忠告ができるほどではなかったようである。1520年にカール5世が反乱鎮圧のためにメーデルラントへ向かうとアドリアンは王夫在寺の摂政に任命された。これ以前の1517年にはすでにレオ10世によって司祭数奇教に任命されている。1522年1月9日コンクラーベにおいて それまで、ほぼ無名だったアドリアンが、教皇に選出されたことは、とても驚かれた。63歳にして、教皇官を受け、ハドリアヌス6世を名乗った、新教皇は、密かに、教会改革への意欲を燃やしていた。教皇として、教会の問題を一つずつ片付けていこうと考え、手始めに当時議論の的となっていた職友と結婚の解除の問題に取り組んだが、 最も強力に反対したのは、レオ十世以来の既得権益を守ろうとした、数奇教たちであった。イタリア人から見れば、ハドリアヌス六世は貧乏臭い外国人学者であり、古典美術に対する理解がなく芸術家への援助を削減する、物知り顔の男としか見られなかった。アビニョン出身で、レオ十世のお抱えの音楽家であったカルペントラスなどは、 ハドリアヌス6世が芸術を無益なものと見ていたことからローマを離れた。ハドリアヌス6世の時代にローマの音楽のレベルは急激に下がっている。ハドリアヌス6世はオスマン帝国への対抗上ヨーロッパの諸行が共同してくれることを望んでいたがそれが果たされることはなかった。1523年には新生ローマ帝国やイングランド ベネツィアなどからなる対フランス同盟に堅い列せざるを得なくなった。ヨーロッパ諸国が揉めるのを尻目に、オスマン帝国のスレーマン一世は地中海の根拠地ロドス島を陥落させることに成功した。当時のドイツではプロテスタント問題が起こっており、ハドリアヌス六世はこの事態の重要性を十分認識していなかったようであるが、 1522年のニュルンベルクの帝国議会で教皇施設フランチェスコ・キエレガー・ティス・ウキ教は教会の混乱の原因が教皇庁と後位聖職者の腐敗にあることを率直に認め教会改革を推進することを約束するという教皇の言葉を伝えたこのように教皇が自らの誤りを認めて公式に発言する例は史上級のものであり 後年のパウロ6世やヨハネパウロ2世に至るまで類例を見ない。しかし、このような教皇の率直な心情のトロも、教会分裂の回避には寄与することがなく、プロテスタント側の上昇と反教皇宣伝に利用される結果になった。このように教皇庁の腐敗と人間の限界を認めているハドリアヌス6世の発言の中でも注目されるのは、 教皇が信仰の問題に関して発言する場合でも、誤り得るということを表明している点である。カトリック教会の公式解釈では、これは、聖座から公式に述べる場合のことについて述べているわけではないので、信仰及び道徳の問題に関して、聖座から不可ビューなものであるとして宣伝される場合にのみ、教皇は、不可ビューとする。 非常に限定的な強硬不可ビューの協議と矛盾しないと考える。その一方、ある人々は、星座からという考え方は19世紀になって出てきたものであると解釈している。1523年9月14日に死去した。教会改革を成し遂げるには短すぎる知性であった。異色の教皇であった、ハドリアヌス6世の著述は、死後、失われていった。 次の教皇には、全教皇レオ10世の重帝にあたるクレメンス7世が選出された。ハドリアヌス6世以降、ヒータリア人が教皇に選出されることは、455年後の1978年に選出される、ポーランド出身のヨハネ・パウロ2世まで耐えた。ありがとうございます。